ハゼじゃん。大作戦表参道。日蓮聖人と書いてる。ここが2か所目のポイントなんだけど、はい、あそこにね、実を言うと、あれ見える？船があるでしょ？はい。あれが実は有名な矢切の渡しです。矢切の渡し、あの有名な。有名な、聞いたことある？細川たかしさんとか知ってる？知らないね。知らないです。寅さんは知ってるけどね。はい。はい、で、あのここは1か所目のポイントと違って、はい、少しあの障害物もなさそうなんで、はい、広くて釣りやすそうだから、はい、ここでもう少しハゼを釣りたいと思います。はい、はい、じゃあそっちのポイントに行きましょう。はい、これは結構引きますよ。うん、当たりがガガガンと出た、いきなり。すごい。これ多分ね、ハゼじゃないと思う。ハゼより全然引く。おー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 おお、これは、あ、すごい。これは何でしょう。これはなんていう魚でしょう。これはアジです。アジですね、これは。アジですか。スズキの赤ちゃんですね。スズキの赤ちゃん。初めて見ました、私。生後復興、スズキだから生後。生後。へえ。綺麗だよね。すごい綺麗ですね。生後だから生後とかですか。生後、出生後ですよ、出生後。すごい。すごいね。やっぱ当たってるな。あ、いる。お、あ、ついてるね。竿をなるべく上に上げる。そう。は、外れた？外れたかな。あ、いるいるいる。あ、え、いた。ハゼじゃん。ハゼです。ハゼが釣れました。2匹目のハゼ。めっちゃすぐ来ましたね。ハゼ。やったー。ハゼついてた。でも結構大きくまた当たってたから違うのが一瞬いたかもしれないですね。かわいいマハゼです。結構すぐ釣れますね。そうだよね。多分ね、潮回りがだいぶ良くなってきたから、はい、今から地合いだよ。今から来ますかね。来るんじゃない。集中して釣れば。集中します。あ、それいいサイズじゃん。どうですか、このハゼ。おー、綺麗だね。いいハゼじゃん。これぐらいが一番美味しそうじゃないですか。美味しそうだね。やられちゃったな。先に。じゃあ負けずに頑張って釣ろう。釣りましょう。イエイ。お、ついてました。さすがだね。はい、じゃあそこそこ釣れたし、そろそろ葛飾柴又の観光散策に行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあ2つ目のポイントなんだけど、短時間の間にこんなに釣れちゃいました。結構釣れましたね。ね、最初のポイントも何匹か釣れてリリースしたけど、はい、結構いいハゼと、はい、生後も釣れちゃいました。うんうんうん、
結構当たりも明確で面白かったですよね。ねえ、当たりが結構多かったね。うん、ここだと手も洗えて便利ですね。ここが寅さん記念館。ここですね。はい、行くよ。はい。こちらね、やっぱりシリーズでね、いろいろマドンナとホラー、寅さんの掛け合いが面白いな。うんうんうん、こっちかな。山田洋次ミュージアム。寅さん記念館。ここ入るのかな。え？あ、あそこから降りてくるんだ。あ、いましたよ、寅さん。いた？あ、本当だ、いるじゃん。あの帽子がおしゃれだね。うん。ここでチケット買える、ほら。ここが今いるところ、寅さん記念館。懐かしい。昭和の時代のあれだよ。すごい、思ってたよりも気軽に釣り場に行けて、そこからすぐ観光もできて、もう一日なんかこうデートプランみたいな、家族で気軽に釣りがにすぐ行けちゃうみたいな、もう本当にみんなに行ってほしいっていうプランでしたね、今日一日。そうですね、もうなんか気軽な気持ちで休憩も挟みながら、まあ、楽しく美味しく一日楽しめると思います。もうめちゃめちゃ進めたいですね、みんなに。もういろんな人誘ってきます。はい、じゃあ今日は一日、成瀬さん、あの江戸川のですね、はい、あの釣りと、あの近場の葛飾区の散策を一緒にやってもらったんですけど、はい、どうでした？今日はすごく楽しかったです。都内でもこんなに手軽に釣りが楽しめるんですね。そうですね、あの釣り以外の、散策ができるっていうことで、非常に有意義な一日だったかな。今日は釣りもできて観光もできて、すごく充実した一日でした。今日はありがとうございました。それは良かった。